当にね、まあ、このスポットライトがね当たるね名前呼ばれる前にね、はい、その本当もうね5分前ぐらいか、はい、そうぐらいにね、はい、下でヒロさんにね、はい、ファイナリストの中から、はい、じゃあ、はい、新パフォーマーになっていただく方を発表しますってね、はいはい、言われたんだよね、はい、そうですね、もう一生忘れられないですね、忘れないですね、それだだ誰の順番から言われたの？なんかたまたまその時並んでる順番、はい、そうですね、うん、はい、で最初メンディー行って、うん、で、はい、あ違う、メンディーってなったけどどう思ったの、はい、みんな、おおもう心臓バク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 です本当、はい、ちなみに何人っていう想定だった？3、4人かなと、正直僕も3、4人、4人かなと、まあ、一応4人でリハーサルしたからね、はいはい、なるほどね、はい、いろいろ勘ぐって4人でリハーサルしてるな、つまり4人だなっていうのは、ああなるほどなるほど、はい、で次誰やると？次が世界じゃん、多分僕ですね、世界だ、それ覚えてないぐらいも緊張してたんですよ、ほんとそんな感じなんだね、覚えてないですよ、うん、で世界行って、で大気行って、で、はいはい、でも大気でもちょっと驚くじゃないですか、おおとかなるよね、おお10代かみたいになって、はい、っていうかむしろまだ自分呼ばれてるし、そうなんかそうだ、もう僕とアランなんてもうやばかったよ、で死ぬかと思って、でその後ガンちゃんさん、まあ、並びだったんですけど、はい、で次僕呼ばれて、僕はもうその時に4人だって勝手に回ってたんですよ、ジーンってなったんですよ、終わったそしたらヒロさんが、アランみたいな呼ばれたんですよ、あー、すいでみたいな、あ、忘れちゃったみたいな、あの瞬間びっくりしましたね、本当に、でもね、良かったよね、よかったよ、緊張しましたね、忘れないですね、はい。